スペクタキュラービッドは、アメリカ合衆国の競争馬、アメリカ競馬の黄金時代であった1970年代の最後の大物である、ケンタッキーダービー、プリークネスステークスのアメリカ2巻を、はじめ G1 競争を13勝した。1980年には、エクリプス賞の年度代表馬を受賞した。なお、読み物によっては、スペクタキュラービッドという日本語表記も存在する。 二歳となった1978年の6月にデビューし、当初こそ二敗を喫したものの、ワールズプレイグラウンドステークスで15馬審査の圧勝劇を演じたのを皮切りに連勝街道に乗る、シャンペーンステークスを二馬審4分の三差、ローレルフューチュリティを八馬審2分の一差で勝利し、断然の評価でこの年の最優秀二歳母馬に選ばれた。フロリダで休養を過ごし、三歳児は、 ハッチソンステークスから指導しキャンターのまま4馬審査で楽勝。12日後のファンテンオブユースステークスを8馬審査。さらに連投で臨んだフロリダダービーでは後方からまくり4馬審2分の1差。フラミンゴステークスではバックストレッチから1投だけスパートを開始し、ゴール時には12馬審査と快進撃は止まるところを知らず、すでにケンタッキーダービーが9日後に迫っている中、 ブルーグラスステークスへと出走し、7場審査で勝利する。本番のケンタッキーダービーは、後方からまくり気味に進出し、ジェネラルアセンブリーを下して勝利。わずか5等立ての小灯数となった、プリークネスステークスは、4番手から、バックストレッチで進出を開始し5場審2分の1差を、つけ、コースレコードに0秒2差の高タイムで優勝する。2歳児の敗戦から、ここまで12連勝で、 圧倒的な強さに当時2000メートルまでならセクレタリアとよりも上との評価が出るほどであった。ところが参冠のかかったベルモントステークスでは当日に安全ピンがひずめに刺さるというアクシデントがあり、コースたるゴールデンアクトの後陣を敗する三着に敗れてしまう。秋にはジョッキークラブゴールドカップで一歳年上の参冠馬アファームドと対峙した。 わずか4頭立てながら、アファームド、スペクタキュラービット、コースタルと役者が揃っていた。レースでは、逃げるアファームドに、スペクタキュラービットが何度も競りかけるが、アファームドはその度に距離を取る。直線では、内からコースタル、外からスペクタキュラービットが襲いかかるが、アファームドはさらに伸び、ねじ伏せるような形で勝利した。スペクタキュラービットは4分の3馬身遅れての2着だった。 この敗戦により、最優秀3歳母馬には選出されたが、年度代表馬は、アファームドのものとなった。コバとなったスペクタキュラービットは、ネオはじめのマリーブステークスを、馬なりで5馬審査の圧勝を遂げると、チャールズ・エイチ・ストラブステークスで1、57.8、という史上空前の世界レコードで勝利する。この後も圧勝で連勝を続け、アモリーエル・ハスケル・ハンデキャップで、 名品グローリアスソングを破ると引退レースとなったウッドワードステークスはあまりの強さにた陣営が恐れをなし1948年以来の単走のレースとなったアファームドに破れてから引退まで9連勝生涯獲得賞金は278万1608ドルでアファームドを抜いて当時の新記録だった競馬雑誌ブラッドホースによる20世紀のアメリカ名馬100戦にて 第10位にランキングされた、主戦機種のウィリー・シューメーカーは、当馬をベストホースとして挙げている。引退したスペクタキュラービットは、当時のレコードとなる総額2200万ドルで、チンジケートが結成され、クレーボンファームで種ボバ入りした。初年度となる1981年の種付け量は15万ドル。だが、種ボバ成績は、G1 カチウマが1等と、多大な期待には遠く及ばず、 繁殖品馬の質と種付け量は低下の一途をたどった。1991年にニューヨーク州のミルファーファームに移動。死ぬまで種ボ場生活を続け、最終年には種付け量3500ドルで供養され、10頭の品馬に種付けしていた。2003年6月9日、スペクタキュラービットは心臓発作のため27歳で死を迎えた。遺体はミルファーファームに埋葬された。 なお、その約4ヶ月後にコンビを組んだシューメーカーがこのよう、去っている。通算の種ボバ成績は、勝ち上がり頭数253頭のうち、ステークスカチウマが47頭獲得賞金は1900万ドル以上。母の父としては、スペクタキュラービットが死んだ時点で69頭の、ステークスカチウマを出していて、その中には2001年、 カルティエ賞最優秀スプリンターのモーツァルトなど8頭の G1 勝馬が含まれている。ありがとうございます。